96式小型水蒸気96式小型水蒸気96式小型水蒸気とは1936年に正式採用された日本海軍の潜水艦搭載用の水蒸気である。開発、製造は渡辺鉄工所で機体略版は E9 ワット。連合軍によるコードネームはスリム。本機は当初十六式小型水上偵察機と呼ばれたが、 後日この名に改められた。日本海軍は1934年に91式水上偵察機の後継機となる本格的な潜水艦用偵察機の開発を渡辺鉄工所に命じた。渡辺では1935年2月に試作1号機を完成させた。機体は基金混成の骨組みにハフバリで金属製のソーフロートを持つ副用機だった。 しかし、潜水艦の格納庫への格納に配慮した構造のため操縦性が極めて悪く回収に時間がかかり、正式採用されたのは1936年7月になってからだった。本機の分解や組み立てにかかる時間は共に3分弱という短時間で潜水艦搭載機として満足いくものであった。もっとも実際に海中から潜水艦が浮上し本機を組み立て、 エンジンの暖気運転をした後カタパルトから射出するまでは約40分を要している。1937年から純船三型、高型、オツ型の潜水艦に搭載され、南方での隠密偵察に活躍した。その後、零式小型水蒸気の収益とともに第一線を退き引退した。生産数は1940年までに33機である。 ありがとうございます。